今週もお疲れ様でした。今週本当怒涛すぎてとんでもない日という感じでした。お話が当たりました。応募してくださってありがとうございます。お話がお待ちしております。はい、昨日のあみーさんの武道館を鑑賞させていただきました。もう本当に私あの席を座った瞬間にもう泣いてたんですね。であのマネージャーさんに本当に早い、まだ早い早い、まだ始まってない、まだ始まってないって言われて本当に武道館でオーバー超聞けるなんてっていう感じで、もうあの朝の時点ですね、あの朝は5時6時ぐらいからあのもうすでにおばあちゃんを聞いて気合十分という感じだったんですけど、本当にもはいおばあもうまずはいでもう入場のところからもうイメトレ完璧だったんですけど、もう本当にいや本当にすごかったですね。あの見学させていただいている時にあのなんかその学んだことをメモを取っている時があるんですけど、あの本当に全てがもうびっくりしすぎて、あのほとんどメモを取る手も本当に固まり、メモを見返したらガタガタだったっていうぐらいに本当に感動しました。まあ、でもいつも本当にどんな時でもすごく素敵なパフォーマンスなんですけど、やっぱりもう、はい、とすごい遠くからでも鮮明に見えます。もうすごくはい、もうでも言いたいこといっぱいあるんですけど、あ白くなっちゃう。でもどこまで言っていいかちょっと難しいところではあるので、でも本当にずっと泣いてました。もう1曲目時点で泣いていました、涙が。いやでもやっぱりパフォーマンスって本当にこんなに人の心を動かすって本当に素晴らしいですっていう、先輩方本当に素晴らしいですという気持ちになりましたし、なんでこんなに素敵な職業なんでしょうという気持ちにです。本当にコーチさんありがとうございます。今日も行きたかったですよ。いや本当にでもこうやって見学させていただけることも本当にありがたいことですので、感謝の意を感じながら噛み締めながら、でもすごく素敵な演出もすごく素敵なところもあったんですけど、言っていいってかよくわかんない、言わない方がいいかな。今日行こうか迷っている私の友達がいたんですけど、はい、もう言いたすぎてあのちょっと言ってちょっとどうしてもね、そうでなんか異国どうしようかなとか言って、はい、もう早く行ってくださいって言ったんですけど、でも本当にたくさん勉強になったので私たちもさらに頑張っていきたいと思います。こんばんは。明日お話し会よろしくお願いします。日曜日と火曜日もサイン会お願いします。にゃんにゃんさんありがとうございます。
わかります、すごく。先輩方のあの生駒さんのライブを見学していたさせていただくたびにも本当にたくさん の刺激を、刺激どころかもう、はい、生きる希望を見つけます。でも本当に素敵な先輩方を見させていただいては、もう私なんて本当にこのもうこんなのも見て満たすどころかも満たすどころでもないっていうのにも本当に失礼に値する程度に本当にまだまだだなっていうのを実感して頑張ろうっていう気持ちになります。あ、そうだ、大空ビュントが出てから出てからやってないです。 MV 見ていただけましたか？見てくださった方ありがとうございます。アイミンがセンターということでですね、そう、結構今回のですね振り付けはすごい、あのもう、はい、もうゼーハーゼーハーっていう感じだったので、あのぜひね振り付けもいつかお披露、あの披露させていただければ嬉しいなと思います。今回もすごく素敵に振り付けしていただいて嬉しい限りです。そう、あゆみんが一人でコアアイドルという夢に向かって旅立っていく姿をね、ありがとうございます、見ていただいた方。そう、今回の振り付けはすごい難しかったです。私的にはすごい難しかった。そうなんですよ、すごい素敵なところで撮影させていただけてとっても嬉しいです。ここ羽ばたいて、この三角はあの飛行機のコックピットのところです。コックピットで合ってますかね、この機体のこの先頭の部分っていうのと、私的お気に入りポイントは、私の歌割りのあのラスサビ前のつながってるのところ、あれ全体がですね機体になってるんですけど、なのでぜひどこかで披露していただくときにあの皆様に伝えられたらなと思います。この横の横が機体になっていて、中はそれぞれ CA さんとかのイメージしてポーズをしている。みんなが可愛いのでみんなのこと見てください。ありがとうございます。そうだ、あ、このイジョイチャンネルさんでですね、舞台のあの舞台裏とかを動画を出していただ
来ました、ありがとうございます。もう舞台稽古期間から、いやでもあの初めてあのファーストコンサートの発表の時の自分を見たんですけど、放心状態すぎてもう私もですね、よしどうにか言い切ったみたいな感じだったので、本当にねすごいびっくりしてる顔でしたね。本当にね、お見送り会するぐらいまでっていう感じでびっくりしていました。でも本当に頑張らないとなと、毎日もうメンバーと会うたびに、いや本当にすごいよ、本当に頑張らないといけないよっていうのをみんなでこう喝を入れています。そうですね、でも来ていただけるように本当に頑張らないといけない。ありがとうございます。もう楽しんでいただけるように、私はもうライブが大好きなので準備万端で頑張っていきたいと思います。今日は瞳に光がある、あ、ライトです。はい、のえみさんの話させていただきました。本当に楽しかったです、楽しかったです、勉強になりました。そうなんですよ、控えなくしとくやってください、簡単ですよ、ほらほら。確かに私たちのおばあちゃん作っていただけるとなったらとっても楽しみで、でも作っていただけるように頑張らないといけないです。怖くないですか、普通に考えていきます。おお、え、おお、あら、うん、先輩がその詳しい感想を言いたくなって、うっと言いそうになりますが、危ない。ナチュラル、そうなんですよ、もう急いでドッ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 って家に帰ってきてポチッと押してます。あ、舞台の写真ありがとうございます。皆様購入してくださった方ありがとうございます。7月、早いですね、本当に毎日っていうのは。で本当に、はい、夏と冬どっちが好きですか？冬です、気温的にはです。でも本当になんか日本を感じています、本当に最近、本当に高温多湿です。今月もありがとうございました、もう皆様にたくさん元気をいただきました。7月も頑張っていきたいと思います。この以上も楽しみです。リフさんも楽しみです。台湾にも出されていただけるので頑張っていきたいと思います。マキティさんありがとうございます。お、ハッピーバースデー、ゆうちゃんさん、おめでとうございます。
一になりますように。ジメジメ、いや最近急にですよね、本当に。あら、応募してくださってありがとうございます。そう、最近突然の雨が多いので皆様お気をつけてお過ごしください。こんばんは。今日は10時までしたいと思います。マキティンさん、大地さん、ありがとうございます。いや本当にこのライトですね、なんか乾燥するあれでも出てんじゃないかってぐらい、で目が、目が、このたミーティアブなんですか。いや私自分元祖の自信はあんまりないです。レノンとミツキですかね。で気づいたら私も加入し、なんか最近はゆうかちゃんもね、なんかミンティアを購入している形跡がありますね。私はアホですね、絶対に。結構ピンクの人が多いですね。マックでオレオのやつ出るね。私も本当に情報が本当現代を生きているのか疑問になるぐらいには情報が入ってこなくて困っているんですけど、どうしたらいいですか。ピッちゃんとコナタンダブル部長って言ってでもレノも結構ですね、はい結構いいですよ。フリスク部いません、今んとこはですね、見つけたことないです。でも隠れフリスク部ありそうですよ。大地さん、ありがとうございます。そうですね、えもうレノ本当にレノもですね、なんかかっこいいです。ありがとうございます。実際このライトはどうなっているんですか。夏のお菓子は何が好きですか。羊羹ですね。まあでも何でも好きですね。舞台のあざは治ってきました。私とんでもなく美味しいアイスをですね発見してしまったんですけど、言ってしまうと本当に多分この世界からあのアイスが本当に消滅するぐらいには本当にみんな買ってしまう。泳ぐの好きですか。私は水泳の授業は散々でしたよ。みんなに
プールサイドから笑われる笑い声が聞こえてくるんですよ。あのですね、あんまり売ってないです。どんぶりまちょこさんありがとうございます。え、これ何の今何の期間ですか、これな、合唱音楽会、アイス教えてほしい。うん、どうしよっかな。会社のじゃあ名前だけ言いますね。ちょっとじゃあ会社の名前のヒントいきますね。なんて言うかな、結構特徴的な、はい、会社名だったよね。終わりです。ですが本当に私は商品名が今わからないっていうのが正直な感想ですね。いつも母が買ってきてくれるので、そこで箱なんですよ、箱で4つ入ってるんです、多分4つっぽいです。でそれがもう4つにもう箱だけもうどこかに置かれて、その中身だけいつも置いてくれてるのでちょっとわからないんですけど、はい、箱アイスです。でなんかジャイアントコーン的なののちっちゃい版みたいなやつのどこかの会社のが美味しいです。私ですね、人生でハーゲンダッツを多分食べたことが1回ぐらいしかないです。多分なんでなんかおすすめの味があったら教えてください。くださってありがとうございます。あーなんかこの間ジュリーにブラックサンダーのフラペチーノスムなんてフラッペを一個分けちょっと一口もらいました。で私はですね、ポケモンさんの今フラッペ発売中って感じなんですけど、あれのまあいつも言ってるんですけど、本当に水色の方が一番美味しいんですね。まあ私水色の方しか今まで飲んだことなかったんで、もしかしたら全部美味しいんですけど、てか確実に全部美味しいんですけど、で最近ですね、本当にこの地球から水色の方が消えてしまったので、この間はですね、マスカットの方いただいたんですけど、本当に美味しいです。ごめんなさい、本当クワッスさんもいらっしゃらなくて、マスカットです。もうめっちゃ美味しかったです。なんだったらいちごの方も多分美味しいと思います。にゃおはさんちょっとみつきに似てません？私全然関係ないんですけど、私もそれしか使わないっていう LINE スタンプがあって、なんかよくわかんない、いや私以外はでも私全然人と LINE しないからあれなんですけど、私が使ってる LINE スタンプがあって、なんかガッタガタ線がガタガタなんですよ。なんかおおおみたいな感じで、お書いたんやろなみたいな感じのでウサギなんですね。めっちゃそれしか私使う、絶対それしか使わなくて、なんかしたらジュリーが買ってました。ガタガタで可愛いんですよ。でそれをなんか姉になんか めっちゃガタガタだねって言われて、で確かにと思って、でもなんかガタガタ売りにしてるわけじゃなくて、多分書いたらガタガタなったみたいな、めちゃくちゃ可愛くて使いやすいんですよ。すいません、ランキングを増していただきます。13位の方から純吉さんありがとうございます。12位ゼロさんありがとうございます。
11位、コナンに足を踏まれたいさんありがとうございます。10位、アンズさん、ありがとうございます。9位、大地さん、ありがとうございます。8位、ビクトルさん、ありがとうございます。7位、どんぶりまんチョコさん、ありがとうございます。6位、ガミックさん、ありがとうございます。5位、8B さん、ありがとうございます。4位、ヤンヤンさん、ありがとうございます。3位、シャンプーとカプリコンさん、ありがとうございます。2位、クーチャさん、ありがとうございます。1位、マッチンさん、ありがとうございます。皆様本日もありがとうございました。すいません、ギリギリになってしまった。またどこかで配信したいと思います。本日もありがとうございました。おいとまさせて